本日も、霊夢と妖夢の話題のチャンネルにお越しくださり、ありがとうございます。本日の担当は、ナビゲーターの、ゆうこです。よろしくお願いします。今回は、徳井吉実さん、会社、過去にも東京国税局から申告漏れを指摘、無申告を繰り返していた、というニュースと、アルツハイマーのリスク、トランス脂肪酸含む食品で 75% 増大も、というニュースです。ということで、徳井吉実さん、会社、過去にも東京国税局から申告漏れを指摘、無申告を繰り返していた、というニュースからどうぞ。チュートリアルの徳井吉実さんが、およそ1億3900万円の申告漏れなどを指摘された問題。徳井さんは、今回の指摘の数年前にも、東京国税局から無申告を指摘されていたことが、FNN の調べで新たに分かった。徳井さんは、吉本興業から出演料などを個人会社、株式会社チューリップを通して受け取り、2015年3月期までの4年間でおよそ2000万円の所得隠しを、また、2018年までの3年間で、およそ1億1800万円の申告漏れを指摘されていた。23日の会見で、徳井さんは、申告しなかった経緯について、やりますというのが1日延び、1週間延び、1ヶ月延びという状態で、3年経ってしまったと。それ以前は、しっかり申告していた。2018年までの3年間、無申告であったというところで、国税の方から、お叱りを受けまして、3年前に何か大きな変化があって、先延ばしになっていたというわけでは、本当になくて、明確な理由があれば、素直にお話しするんですけれども、理由を言うとすれば、本当にルーズだったというしかなくて、もう甘さ、怠慢が全てだと思います、と説明していた。会見で、徳井さんは、2018年12月に、東京国税局から2018年までの3年間の無申告などの指摘を受け、ことの重大性に気づいたと話しているが、FNN の取材で、その数年前にも2015年までの所得について無申告を指摘され、納税していたことが新たに分かり、東京国税局からの指摘を受けるまで無申告を繰り返していたと見られる。今、テレビを賑わせてるお笑いコンビ、チュートリアル、徳井さん。なので、あえてお伝えしなくてもと思ったのですが、だんだんと事情が分かってくるにつれ、ちょっとこれは、ひどいんじゃないかなって、思ったので記事にしました。今回の国税局からの指摘は初めてではなかった。数年前にも指摘されていたとのことで、常習性が出てきたように思います。こんなこと、1円の端まできっちりと納税しているサラリーマンにとっては、許しがたいですよね。無申告ってことは、払う気がないってことですよね。芸人は常々、吉本はギャラが安いなどと、決まり文句のようにそこらかしこで言ってますが、この所得を見る限り、ざけんじゃねえよって、言いたいです。では、ネットの反応をどうぞ。申告は不得意。座布団1枚、はい。得意、脱税王に、俺はなる。こんな額じゃ、脱税王には、なれません、はい。得意出演番組も通常通り放送 W。日テレだよね、確か。ま、明日からのお楽しみってことで、はい。何のために会見したの？昔からかっこいいって。言われてるビジュアルでなんとかなると思った。いい歳のおじさんが。かっこいいですか？この人、人間は中身ですよ、はい。は、二度目なのかよ。会見は何だったんだ？会見は、茶番だったんです。脱税と同じで、バレなきゃ、いいと思って、はい。悪質じゃねえかよ、W。そこは、突っ込まないでください。私の仕事を取らないで、はい。国税庁、一回税金を納めてくれる超有料顧客です。国税庁では、ありません。国税局です。大物では、ありません。波の上ってトロです。はい。ネット民も、申告漏れじゃなく、脱税で逮捕案件という意見が多いようです。法人税を微対一文払っていない、ソフトバンクも相当悪疑ですが、こういう輩から、きちっと税を徴収できれば、消費税なんていらないんじゃないかと、
思ったりしますよね。それでは次のニュースに行きます。アルツハイマーのリスク、トランス脂肪酸含む食品で 75% 増大も。 CNN、菓子パンやマーガリンなどの加工食品に含まれるトランス脂肪酸の血中濃度が高い人は、低い人に比べてアルツハイマー病や認知症を発症する確率が 50-75% 高くなる可能性があるという研究結果が23日の米神経学会誌に発表された。アルツハイマー病に詳しい米神経学会の専門家はこの研究について、トランス脂肪酸が多く含まれる食事に関連して心血管系の影響に加えて脳や認知機能にも悪影響があることが裏付けられたと評価している。研究チームは認知症状のない日本人の男女1600人余りを10年間にわたって追跡調査して、調査開始時の血中トランス脂肪酸濃度を調べ、食生活を分析した。高血圧や糖尿病、喫煙など認知症リスクに影響し得る他の要因を調整した結果、トランス脂肪酸の濃度が高かったグループは、濃度が低かったグループに比べて認知症を発症する確率が 52-74% 高いことが分かった。この研究について米ニューヨークにあるアルツハイマー予防クリニックの専門家は、これまで一般的だった食生活に関するアンケートではなく、血中濃度が使われていることから科学的な信憑性が高いと指摘する。トランス脂肪酸はマーガリンやショートニングなどの加工食品に多く含まれる成分で、安上がりに生産でき、長期の保存が可能で、食品の味や食感が良くなることから、食品業界が好んで使う。揚げ物のほか、コーヒー用クリームや、ケーキ、パイ、冷凍ピザ、クッキーなどの加工食品にも、トランス脂肪酸が多く含まれる。日本の研究によれば、トランス脂肪酸の濃度を高める原因となった食品は、菓子パン類を筆頭に、マーガリン、キャンディー、キャラメル、クロワチサン、非乳製品のクリーム、アイスクリーム、煎餅類の順だった。以前より、マーガリン、トランス脂肪酸の危険性は指摘されていましたが、欧米では厳しく使用が制限されているにもかかわらず、日本では堂々と使用されているのは周知の事実です。それにしても、厚生労働省の薬価役人どもは、なんで注意喚起なり、使用制限を設けないのか不思議ですよね。大手の大企業に忖度してるんでしょうか。前川のような役人が多いんでしょうか。それではネットの反応です。好きな食い物ばかりだな。ですよね。これ以外の食べ物ってなんかある？はい、のアイスはやばいな。あそこの商品は買いましぇーんので大丈夫い。はい、小麦がまず害悪だからね。知ってたとしか言いようがない。小麦を食べないと、マジで、食うものないですよね。はい。家庭用の安価なホームベーカリーが普及しているから、実際の菓子パン摂取測って少ない気がする。逆にホームベーカリーを使う方の方が、稀だと思いますけど、はい。100% ショートニングで揚げてるファミレスとか、菓子なんて、日本からなくなったら大変じゃん。 W つまり無駄なあがき。加工品や外食を避けることによって自己防衛するしかないんでしょうけどね。はい、菓子パン筆頭かよ。想像以上にヤバいんだな。なるべく普段はマーガリンやショートニングの入ってないパンを選んで買ってるけど、そういうのあまりないので時々は菓子パンも買ってたけど、絶対買わない方がいいな。菓子パンってカロリーも高いし危険なんだけど、手軽で、うまいし。日本人の弱点知ってるよな。はい。せんべいってサラダ味みたいな油塗ってるやつかな。おそらく、せんべい菓子全般のことでしょうね。サラダ味に関わらず、はい。菓子パンは買わなくなったな。家で作ったおにぎり持参がコスパも腹持ちも最強だわ。あなた、もしかして、山下清さんですか？はい。しかし、未だに、パンや洋菓子には、大量のマーガリン。ショートニングやマーガリンを使用禁止にすれば、大半の食品加工企業は、激ヤバになりそうですよね。食べられるプラスチック。正解、ショートニングやマーガリンは、
食べられるプラスチックと同じような分子構造らしいんです。はい。ヒカキンさんもつい先日、木の菓子パンの番宣みたいな動画やってたけど、こいつも金さえもらえば、何でもやるんだなって、ちょっと軽蔑しちゃいました。巷の噂では、パンが、激ヤバっていう人、結構いるのに驚きました。社員すら口にしない、パンって、評判らしいです。厚労省が、何も手を打たない今、自分の身は自分で守るしかありません。先進国を自負する日本ですが、こんなばっか話を聞くと、先進国を名乗るのが恥ずかしいと思いますよね。それでは、今回はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。